しゃべれ電波少女。こっち見なくていいですよ。ありがとうございます。はい、はい、まあ、ということで、こちらですね、あの電波少女的スターメーカーということで、はい、今回、はい、五十嵐さん2回目ということでございますけど、はい、はい、東京もっこり散歩、そっちじゃないか、はい、ああなるほど、はい、あれ僕の方には来ない、ね、前に行っちゃうわけですね、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということですね、こちらの、著者さんでいらっしゃいます、ライターさんの五十嵐弘樹さん、顔を出してください、はい、はい、大丈夫ですか、ありがとうございます、はい、さすがにやっぱ自分よりもやっぱ本を出したくない、そうです、もう僕の顔はいらないのいや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 、はい、大丈夫です、あとでちゃんと入れときますので、はい、はい、まあ、今日はですね、五十嵐弘樹さんの、はい、まあ、2回目というか後半をお伺いしたいなというふうに思っております。はい、はい、はい、まあ、前回なんですけど、はい、人生グラフっていうもので、まあ、やらせていただきまして、その中でね、はい、まあ、こういった、ね、あのまあ、グラフを見て、はい、まあ、いわゆるその何ですかね、こう、うん、ドタバタ45、6、7、8歳ぐらいの、まあ、ところのお話、うん、そうですね、はい、あのもうこの本が出て、はい、でも、うん、みたいな話からまた新しい本が出て上がってきたと、はい、そしてこの先悠々自適な、はい、なんかまあ人生を、まあ、送れればいいなみたいな、送りたいなという、はいはい、っていう話もいただきながらですね、はい、まあ、こちらの人生グラフを見させていただいたわけなんですけど、はい、どうですか実際に、はい、あの普段ご自分の中でこう、ね、まあ、ライターさんってあるというところもあって、はい、そのまあ社長様たちにですね、はい、こうインタビューがすごく多いと、はいはい、で自分のことをこうお伝えするなかなかなかったっていう話も聞きましたけど、全然ないですね、うん、はい、どうですかこう今こう自分で自分のことを話してみて、いやなんか、うん、思ってたよりも喋る自分がいてびっくりしました。おお、そうなんですね。はいはいはい、相当今まで鬱憤が溜まって、聞いてばっかりで、はい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 、喋らせろ俺みたいな、あのかね、そんな感じかもしれません。こちらです。はい、どん、うん、お見せしましょう。はい、はい、これはまあゼロからまあ100というところで、はい、あるんですけど、こう大まかに分けて3つ、うん、はい、家族が、40%、 そうですね、これは好感度を上げたいんでいや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 、家族とか、はい、ありがとうございます、はい、でそして仕事が 30%、はい、そうですね、で老後 30%、はい、っていうことなんですけど、はい、ちょっとここそれぞれにちょっと紐解いていただけるといいかな、そうですね、はい、あの、ま、家族と書いてるのは本当に、ま、好感度というか、まあ、ま、それはちょっと別としても、うん、ま、結局やっぱり、うん、ま、綺麗事に聞こえるのはちょっと本望ではないんですけど、ま、家族のためというよりは、うん、まあ、そもそも僕が結婚したのは、まあ、さっきそのグラフで、うん、あれさっき今見せました、ね、そうですね、先ほどね、はい、あの30歳過ぎくらい、ね、はい、30ぐらいですごくどん底になって、うん、でその時に今の奥さんと出会って、うん、で、まあ、33歳とか34歳ぐらいで結婚したんですけど、なんで、そのなんで結婚したかっていうのが、うん、いやもう30ぐらいでも全然もう別に生きるのも嫌だし、自分が生きるためにもう仕事一生懸命できないなと思ったんですよ、はいはい、言ってみれば適当にその辺で、ね、ホームレスみたいになとりあえずなんか適当に生きていけるじゃないですか、一人だけど、でもやっぱりその奥さんができて、子供ができて、家族ができたら嫌がう上でもやっぱり仕事しなきゃいけないじゃないですか、でやれ教育費だね、一戸建て買いたいだ、いい服着たいだ、旅行行きたいだってやっぱお金かかりますよね、それに向かって仕事すれば、まあ、少しは仕事にやる気も出るだろうし、うん、でそれに引っ張られて、まあ、収入もまあ増えていけば、まあ、ラッキーかな、うん、まあ、つまりその自分の枷っていうか、あえて枷を作って、まあ、ケツを叩くじゃないですけど、はいはいはい、まあ、ガンガンなんとか仕事自分に対して夢中って仕事させて、まあ、死ぬまでにそれで仕事続けられれば、まあ、ラッキーかなみたいなつもりで、うん、いやでもここでね、僕すごく思ったのが、はい、そのまあ、要は前回その人生グラフでもありましたけど、はい、まあ、少しねこうご自分の中でこうまあ気づみというか、そんな人生があった中で、はい、でも奥様はその五十嵐さんの何を見てというか、はい、あの結婚してくれたって言い方があってるのかな、くれたんですよね、はいはい、まあ、っていうふうにご自分で分析するには、どうなんでしょうね、うん、やっぱり自分と真逆だったからじゃないですかね、あの、まあ、僕もそうでしたけども、多分こんな人間見たことなかったと思いますよこんな、なんかずっと劇団で適当なことやったりとか、なんか、ね、こういう業界の仕事って何やってるか分かんないじゃないですか、あのテレビの制作会社とかもそうですし、なんかもうライターって何なのみたいな、だからちょっとその興味本位というか、もう面白みがあったんじゃないですかね、まあでもそれでこんで、ね、ずっと続いているわけですから、そうですね、まあ、まあそれがむしろいいのかなって感じしますよね、よく同業者
と結婚するかしないかみたいな、はいはい、そういうところもやっぱりあるじゃないですか、うん、僕は結構まあ確かに迷ったんですけど、まあ、僕はその同業者じゃない方と結婚した方がまあ僕は新鮮でいいのかなっていうふうに思って、まあそういうまあ、選んだっていうとねちょっと語弊がありますけど、うん、あのそういう意味で今のもともと普通の OL さんだった今の奥さんと結婚して今に至るみたいな感じですね、はい、まあ、でも奥様ってその OL さんだったから、うん、どちらかというと会社員さん、まあ、志向というかそうですね、っていうところがやっぱりこう、まあ、個人事業主さんというか、はい、まあ、こういうのはフリーとかね、うん、まあ、自分の力で勝負していく人ってこうなんだ女性側からすれば結構現実的な人多いから、うんうん、いやそうですよね、うん、それって大丈夫かしらみたいなこと言われたことないですか、うん、いやちょっちょありますよ、うん、あのずっと思ってるでしょうし本当ついこの前ですよ去年とかも、うん、もう去年か一昨年とかかな2年ぐらい前かもういい加減正社員になってって言われてああそうなんだえみたいな、うん、今さらみたいなびっくりしたんですけど、うん、なんあのやっぱなんか正社員になればなんとかなるみたいな、はいはいはい、っていうふうに思ってるところがあって、うん、いやちょっとな申し訳ないんだけど今それなりにね稼いでるから 今から正社員だったら相当収入落ちますけどいいですかみたいな話で、うん、まあでもやっぱり、うん、まあでも1回ぐらいだから実は僕会社勤めしたことないので、はいはい、社員になったことないんでまあでもちょっとなってみるのも面白いかなと思って あの東京お仕事センターってとこに行って飯田橋にある、うん、あの職案の横にあるんですけど、はいはいはい、要はその、まあ、要は職案ですよね、うん、で行ってすいませんちょっと正社員になりたいんですけど、ね、登録して、うん、でそうしたらやっぱねすごいんですよあのね、まあ、いろんなそのヒアリングされてそのあなたのねストロングポイントを引き出して、はいはい、その向いてるお仕事を探しましょうみたいな、はいはい、マンツーマンでしかも無料で、うん、もうずっともう2回ぐらい行ったんですけど、はい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 、でのあなたはですね傾聴力が悪いなれば営業に向いてますね営業で言いますとこういう感じでとか言って、うん、月収はですね、まあ、こんな感じなんですけど、うん、まあいろいろと昇給もありますしみたいな、うん、あなるほどこういう感じかとか思って、うん、まあちょっと心は動いたんですけど、はいはいはい、うん動くちょっと動いたんですけど、はい、どうなんですかねなんかそれでちょっとあ考えてもいいかなと思ったんですけど、うん、まあ、コロナになってしまって、はいはいはい、そうなんです本当コロナになっちゃって、うんうんうん、で新規採用どころではなくなってしまって、はいはい、それよりはまあ今ね、今のある仕事を伸ばしていこうと、うん、でおかげさまで本も2冊目も出させてもらいましたし、うん、でいろんなご縁でそのお仕事自体もすごく順調なので今のところまだ正社員にはないという、はい、ね今更なれるわけでもないとは思っていますがいやいやいや1回ぐらいなってみたいなと思ってなるほど、はい、じゃあ奥様は今のところは大丈夫、うん、多分なんとなく、まあ、本当はねちゃんとして社員になってほしいとは思ってるんでしょうけど思ってんのがやっぱ、うん、今はまあしょうがないかみたいな、うーんと思ってるんじゃないですかねあのここでこのやっぱ2冊目をやっぱ当ててということはあれですけど、はいうん、そうですね、ねはい、でそれをやってでこう安心してくれとそう力ずくで、うん札束で、はい、これで戦ってどうだみたいななんかすごい 絵がなんか見えるけど怖まあ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 言ってるだけですよ言ってるだけですよはいはいもう本当にこれでどうですかみたいな感じですよねはい、はい、まあ、はい、本当はそっち側だそうですよね、はいはい、そしてあのこの老後 30% っていうところがやっぱり気になるんですよね、はいうん、そうですね、うん、まあだから今言ったみたいに全然その安定した仕事ではないのでまあ、当然、まあ、国民年金は入ってますけど、うん、退職金もないですし、だから老後はだから老後じゃないなと思ってますね、はい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 多分死ぬまで働き続けないと、うん、当然回らないのでなので、まあ、老後というよりはその死ぬまでの例えば20年、はいまあ、今48ですから、まあ、うまくいけばあと30年、まあ、だからもう今ある意味今老後ですよね、うん、だからその死ぬまでの30年をどうこう生き抜いていくかっていうことを今から考えてますよね。うん、はい。なんかご自分の中にこう、まあ、そのねあの人生グラフの時もそうでしたけど、はいうん、こうなってこうなってこうなっていきたいなみたいな自分っていうのがあったりするんですか？うん、そうですね。うん、まあ、前回も言いましたけど、早く大金稼いでセミリタイアしてなっていうのがまあ本音でありますけどね。うん、はい。でもやっぱり、まあ、まあ繰り返しになりますけど、やっぱりその。ずっとね生活のために仕事してきたので、まあ、最後の人生の後半戦とか最終コースぐらいは何かこう自分の本当のやりたいことやりがいとかあとはそれこそ、まあ、今で言うとその社会のためとか、うんうんうん、世の中のため人のために何かこう、働くみたいなことを
やって、まあね、あの最後よければね、うん、というようなことじゃないですけど、そういうような、まあ、残りの、人生を生きれたらいいなぁなんていうふうに思いますけどね。おもろげにでもなんかこれをやっておこうみたいな、なんかあるんですか、社会のためにっていう話もありましたけど、社会のためにですね、うん、社会のためにはやっぱりこのもっこりさんを利用させてですね、さすが分かってる、はい、あの結構もっこりってねこう傾斜になっていて、うんうんうん、意外とね本当に登ろうと思うと、はいはい、疲れたりするんですよ、うんうんうん、いい運動になるので、うんうん、それこそお年寄りの方にはすごくもう合いますし、うん、でしかもその何だろうな、そこに行くまでの道筋がまた面白いんですよ。結局こういうのって駅前のど真ん前にあるわけじゃなくて、で駅からちょっと15分ぐらいとか、はい、住宅街のか歩いたりとかしていかなきゃいけないんで、うん、ウォーキングになるし、でこれがいい意味でとかその健康寿命を伸ばす、うん、切り札になるんじゃないか、うん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 、ということで、これをぜひですね今思いついたんですけど、うん、広め世の中に広めてですね、はいはい、あわよくば厚生労働省の認可をもらってですね検定とかもっこりさんと検定とか作ってですね、いいじゃないですか、家元になってボロ儲けしたいなというふうに今思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。